はい、どうも、うみです。本日もトリッキーな楽しい謎々続きからやっていこうと思います。はい、今日は記念すべき100問目からのね、スタートですね。ちょうど100のところに猫ちゃんいる。かわいい！もう猫ちゃんかわいいね、本当に君。やっていきましょう。はい、100。はい、どんな問題だろう、記念すべき100。偽物のモンスターを見つけよう。偽物のモン、なんかやばいのいるけど、これ違うんだ。すげえ変身してる。はい、偽物のモンスター、偽物か。これは本物のモンスターってことか。ってことは、ここモンスターだらけ。こいつだ。口に、吸血鬼のふりしてる、口にはめ込んだよね今。これ2人いるってこと。この人と、この人とかなんか一般人っぽいけどね。他は誰なんだろう。動い、こいつもだ、この緑色の。そういうことね。懐かしのフレディ、楽しみたいだけなんだ。フレディって何人の名前かな、多分。はい。じゃあ次。はい、100、記念すべき100問目はね、偽物の化け物を見つけたということで。次は殺人者を暴こう。なんかさっきのちょっとオブジェクト残ってたよね、左上の。なんか怪しい人いるんだけど。何このおばちゃん。はい。こうしてこうして、これをつなげて、あと一個、ちょっと待って、なんか重なってる。これか。はい、こうしてこう。おば、あなたが殺人鬼、あなたが殺人者だったのね。年寄り魔女め、まだ人を殺してるのか。そうなのそんななんか有名な年寄り魔女だったの。そんな殺人鬼だったんだ、あのおばあちゃん。はい、もう見た目怪しかったけど、まんま本当殺人鬼だったんだね。プレイ102。事故？殺人？足、何それ、接着、靴だけ綺麗に残った。なんでこんなところに、こんな、ね、あれ接着剤。本当に接着じゃないじゃん。なんでそんなさ、歩けないってなるほどなるこんなところに。なんでそんなことしたのこの人も。殺人でしょこれは。これは強い接着剤だね。強すぎるね。さすがに強すぎるよ。どんなとこ、特注の接着剤かなんか。レベル100、あれ、びっくりした。もう、ねえ、なんか、なんだろう、100人の余韻がめっちゃ残ってた。これはなんだ、また見つける系だね。いろいろ、わら人形、怖いですね。ろうそくっぽいのあったよね。ろうそくいっぱい、これかな、一番でかい。これじゃない、こっち、頭蓋骨取っちゃった。骨もありますね。あと、これか、ろうそく。はいはい、一個だけ違うね。何これ、なんか袋ゲットした。あとナイフとかあった？この人何なの？死神？怖いんだけど。これ？あっためっちゃ見づらかったけど、ここにあったナイフ。あと羽か。羽？これ？ありました。何？儀式。儀式完了しちゃった？この私、ムーン姫を呼び出した？ムーンちゃん呼び出す儀式だったの、さっき。だいぶ、もっとムーンちゃん呼び出す儀式だったら、もっと可愛い感じになるだろうけどね。すんごい怖いね、儀式だったよ。レベル104。はい。食料を探してあげよう。探そう。トマト缶を探せばいいの？トマト缶となんかさっき違うのやったね。これは？何？グリーンピース缶？そんなのある？何？最後に至ってはよくわからん。食べてる、グリーンピース缶。よかった。また缶詰？贅沢言うな、ムーンちゃん。贅沢だよ、それ。ね。そんな缶詰だってね、ほんと貴重な食べ物なんだからね。もう食べ飽きちゃってるんだね、あのムーンちゃんは。はい。105。凶器を見つけよう。なんか、この似たような問題なかったっけ？パスワードを見つけようみたいな。今回は凶器を見つけようということで、もう人を殺してるけど、殺しててこんな悠長に座ってる。もうサイコパス、怖い。毒薬？なんかいろんな殺人鬼道具を見つけるのかな、これは。骸骨とかあるけど。あとなんだ？この、これ？でかい。はい。これと？これ何？なんか、二つ重なって、これか！何これ？なんか終わっちゃった。
字は読めないけど、これは良さそう。何を読もうって、それを良さそうって言ったの？何？何？怖い。今の問題が良さそうって思っちゃったの、ムンちゃん。ちょっとこうサイコパスですね、この猫ちゃん。彼はなぜ死んだのでしょう？わあ、怖い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 。怖い、サメ？サメに食われた。どっかじゃ、あ？酸素ボンベがなんか、壊れてないこれ。もう酸素切れになったってこと？あ、じゃあサメとかは関係ないってことだよね。うわーうわ、苦しんで死んだんだろうな、これ。ダイビングの前には道具をチェックしよう。うん、そうだね。あんな切れる報道ってことは、やっぱなんか少なかったんじゃないのかな、元が。うわー、ちょっと、こうね、溺死って本当に苦しいだろうから、なんか一番嫌だ。はい。あ、また余韻が残ってる。あ、はい。彼女を助けよう。あ、寒いね、これ窓。あ、はいはい、こういうパティンのやつね。もうこんなのを私任せなさい。もう余裕余裕。これで温まる？あー、よかった、火も勝手についてくれて。よかったよかった。寒くて寂しい日もあるよね。うーん、そうだね。もう寒くなっちゃったしね、12月に入って。もう本当に急にまたね、寒くなりましたね。まあ冬だからね、もう。いや、皆さん本当ね、風邪ひかないように気をつけてください。レベル108。はい。インフルエンサーは誰？インフルエンサーっぽいですね、このお姉さんも。すっごい飲んで。はい。でもなんだろう、なんかそんな感じしない。これ見ていいの？24位ね。で全然いいねもらってるからいいんじゃないのかなとも思ったけど、こいつは？こいつ関係ないね。これ、あ、これは彼氏との約束してるんで。じゃあこの方だ。すごい、このスイーツ乗せただけで7570円。すごい。これはインフルエンサーだわ。アビ、いや、名前は知らん。名前だ、どれ？ローラだった。インフルエンサーがいない生活ってどうなるのかな？確かに。もう今ね、SNS がこう、もう主流みたいになってきてるから、その中インフルエンサーがいないってどうなっちゃうんだろうね。まあ、テレビとかになっちゃうんだろうけど、うん、なんか考えさせられること言われた。はい、じゃあ109。彼の命を救おう。彼の命？あー、おー、わー、怖っ。いや、待って、ドライバーどんどん近づいてる。ちょっと待って、ストップ。まずは鍵を見つけ、ちょっとそんな聞いてないっす、聞いてないっす。鍵どこ？鍵どこ？やばい、ちょっと待って、焦ってる私。ちょっと待って、こう？あったあった、やばい、ちょっと、はい。おっぶねえ、怖っ。これは演習ではない。本物だ。うーん、怖いよ。そう、余計怖い。余計怖いからそんなこと言わないで、ムンちゃん。怖い。もうね、焦ってどんどん近づいてたからめっちゃ焦ったよ。子羊を安心させ、あら、かわいい子羊ちゃん。なんかいろいろアイテムありましたね。ちょっと、はい。なにこれ？なんかね、悪魔、デビルが持ってそうなやつと、クナイと、ヘビみたいなの。あー、なんかいる。で、それ、その、目だけなんだ、そのマーク。あと、あ、斧と、あ、ヘビいた。すんげえ、なんか、同化してる。あとは足跡と、あと足跡、あ、ひっかき傷、あと、この、これこれじゃないか。なんだろう、この、あ、血だ、血がある。怖い。こいつ、あ、安心した、あ、よかった、よかった。私だって怖いよ。そうね、もうムーちゃん怖いね。みんな怖いね。うん、こいつじちゃんだけじゃないね。うん、あれは。はい、レベル111、プレイ。111ですね。死体を片付けよう。オーマイガー。オーマイガー。どんなとこでやってんの？え？死体を片付けよう。あ、何も押せない。これ？やーだー！え、恐ろしい。召し上がれ。いや、怖い。ムーンちゃん、それは怖い、本当に。さすがに怖いよ。召し上がれじゃないでしょ？もう本当、豚に食われて、うわ、怖っ。死体を豚に食わせる。やばすぎでしょ、あいつ。犠牲者の、骨を見つけよう。犠牲者の骨。あ、これ、使うパティーンですね。あー、ありますね。骨。あー、いっぱいありますね、骨。めっちゃあるよ。あ、ここにもある。ちょっと、骨いろんなとこに散りばめ、ああ、ここにもある。あと顔、ああ、この、マジで、いろんなとこに置きすぎだって。あ、これ？
あと一個も、もうどんだけあるの。あった、洗濯機の中に隠してるんかい。すんげえバラバラマジで。おーおー、うん。骨を組み合わせましたね。はい。なんで組み合わせたの？一部の骨は別の部屋に隠せばよかったのに。そうね、全部同じ部屋にね散りばめてあったからね。うん、なんかもっと隠すなら別の方法ありそうだけどね。はい、113、また余韻が残って113。はい、どうしてわかったの？あなたゲイリーっていう名前の人と結婚するわみたいなこと言ってたね。どうしてわかったの？ゲイリーっていう名前の男性と結婚するわ。どうしてわかったの？ああ不正してますね。もう、イヤホン。何？ああ、データをね、いろいろ探って、あ、この人はゲイリーって言って、組んでやってるわけね。うわー、やり手だわ、これは。しー、聞かれてる。はい、もうバッチリ聞きましたよ。私がもう証拠を押さえましたからね。はい、もうそんなインチキダメですよ。114。魔女を止めて町を救おう。あ、魔女。これなんかさっきの殺人鬼の魔女に似てない？魔女を止めて、何をする？あ、ん？何をする？あ、これ、ドライヤー？ドライヤーをするの？はい。ドライヤーを作って、あー！うわー！殺しちゃった。この魔女は大嫌い。そうね、なんかさっきもいたもんね。うん、ちょっと危ない殺人鬼の魔女さんだから多分、うん、これはやっとじゃあそこで退治できたってことなのかな。はい、115。彼女が逃げるのを手伝おう。あー、彼女が逃げる、なんかまたここのスーパーなんかね、いろいろ事件起こってるよね。あ、なに、ビリヤードの玉と看板。3時、トイレットペーパーじゃない、これか、包帯かな、と、なんかこれ7プラス、なんだこれ、と、最後、なんか張り紙、これだ。あ、彼女が逃げるの。なるほど、閉じ込められてたから、助けたんだ。はいはいはい。最初に言ったなんかおっさんが閉じ込めてたのかな。よかった、助けれて。パスワードに大文字を使えばよかったんじゃないかな。なんでそんな、悪い人の方の手助けしようとしてるの。ムーンちゃん、ちょっとムーンちゃん、ところどころ悪の心があるからね。どうして自殺したのかな。あららららら。鍵が、ぽいの右下にこれあるけど。どうして、これ？あ、まずは鍵、あ、まずは鍵を見つけよう。あ、ここにある。で、はい。あ、3個あるんだ。これ？はいはいはい。と、これも？あ、これなもんだよね。はい。で、あ、お金が食べられて破産した。いやー、笑い事じゃないけど、んーね、怖いね、こんなのネズミに食われて。うわー、もう、ネズミちゃん？命の方がお金より大事。うん、そうだね。それはそうよ。お金よりも、ね、命の方が大事だよ。まあ、かといって、その命、生きるためにはお金が必要っていうのもあるんだけどね。なんかもう、ね、難しいとこですけど。117。隠れてるものを見つけよう。うわ、怖っ。人形怖いんだけど、これ。絶対動かない、みんな顔動かないか。でもここの中しかいない。この中から、あー、ビキビキになっちゃう。全然なくない。星、ちょっと待って、あ、星はここか。星と、怖い。あ、ここにいた帽子、これかな、帽子。あ、違う、これか。これとベビーカーみたい、あ、ここにある。あとクマさんの人形みたいな、これは、あー、いた。あともう一個、帽子。どれだ？帽子系たくさんいるんだ。あ、これかな？はいはいはい。あー、頭がなくなった。あと、なんだその、左のやつ。あ、このリボンか、右下、一番右下のこの、はい。リボンね。はいはい。怖い。怖かった、これ。みんな同じように不気味に見えるね。うん、不気味。めちゃくちゃ不気味だった。もう、人形恐怖症とかもあるんでしょ？もう、絶対無理だよ、あれ。殺人者は誰？ああ！犬何持ってるの？怖い怖い怖い、さすがに。あ、こいつでしょ、殺人者。何埋めてるの？こいつじゃないの？こいつじゃない？あ、監視カメラ。あ、いや、こいつお前じゃん、やっぱり。
絶対お前だよね。あ、なんか急に広告、うわ、なんかめちゃくちゃ急に広告がたくさん出てきました。びっくりした。犬は恐怖の匂いもわかるんだ。あ、恐怖の匂いもわかるんだって言っときながら、なんか、ね、腕くわえながらどっか行ってたけどね。怖いよ、あのワンちゃんも。はい、じゃあラストですね。119行きましょう。どうして彼は裸なの？私の嘘、狼男だからとか思ったけど、そういうことじゃないのかな。これ何？何これ、靴？いや、狼男説強くない？この傷、引っかき傷と、これと、あとなんだこれは、まる、あ、月、お月様ありましたね。お月様と、これ何？この辺ではなく、あ、これか。はい。いや、予想当たった、狼男だった。怖い狼め、あっち行け。その顔であっち行けって言ってるむんちゃん、かわいいな。